関東から進出してきたロピアシリーズー。なめこ。え？なめこ。はい、こんにちは。お味噌汁。今日はお味噌汁しますわ。もうちょっと呼ばれてますね。よし。こんなんうますね。こんなんうますね。お味噌汁。もうちょっと酔うてまんねん。お味噌が欲しい。え？せん。合うてるね、順番。合うてるね。お味噌が欲しい。うい。で、2杯分やからどれぐらいやろ。どれぐらい ?2 杯分。入れすぎた嘘なんですね。これ2杯分ぐらいかな。これ2杯分ぐらいか。2杯分やったら薄いか。濃いめの方が美味しいね。これぐらいにしとこうか。あ、入れすぎたかな。んで、へてからお味噌。普段はこんなことしまへんで、湯でやるだけですけど、今日はなめこ。なめこあるからね、ちょっとこの辺して。お前もう62やで、いつまでやってんねん、そんなこと。はい、これね、山なめなめこじゃあ、なめここれね、焼いても美味しい。これなんか安かったんですよ。なんか60何円、焼いても美味しい、どうのこうの書いてたけど、なめこれは味噌汁でしょ、普通に考えて。あ、切らなあかんのかな、これ。ここ切らなあかんのか。いい、ややこい。それはややこい。それは予定外だ。ここ切らなあかんの、それは予定外だね。このどっから切るね問題がね、あるんよね、これ。どっから切るね問題。これ難しいわ。どっから切るね問題難しいで。ガスッと切るんかね。ガスッと切るもん。そやね、こんな茎ってあれへんもんね、このなめ。なめあの、こう、軸のとこで見えへんもんね。だからバサッと切るもんなんやろね。下田がいい。これがあるのは知らなんだ。難しいよ、僕には。っていうか大丈夫か、ロピア、ほんま品質大丈夫か、ほんまてめえら、東京、関東。そう思えば愛想ないかな、やっぱりロピア、知らんけど大阪っぽくないよね、そない思えば。応援隊とかいっぱい来とるしね。あんな今時流行れへんよね、あの応援。
メーカーに応援隊でね、手伝わすの。あれ、なんとかに多分違反するかもしれんよ、訴えられたら。昔はね、そうやってメーカーにね、手伝わせてね、ようやって、私らもよう手伝いに行きましたよ、ほんまに。しんどいんすよ、あれ、ほんまに。神経使うしね、もう。けど、ほんまよう行ったよ。偉そうにされるしね。ほんまにしんどかった。もう回転の手伝い言うたら、もうゾッとしたよ、ほんまに。私も苦労してまんねん。はい、これ入れます。入れます。はい、完成奉行。昔ね、いつやろ、若い頃、まだ離婚してから回らないぐらいかな、40そこそこの頃、違和感ないやん、そこの頃ね、一瞬ね、料理に目覚めてへんけど、料理してた頃があってね、ほんで、それこそなめこなんか聞いる時あったんですよ。ほんで、スーパー行ってね、どこに売ってるとか分かりません。あ、ガスない。うわ、もうガスない。早ない？ガス。スーパーの売り場に行ってね、あれ、どこにあんのやろって分かれへん思って。ほんで、売り場の兄ちゃんにね、聞こう思て、すんません言って、それがね、発音がどの発音してジョークも通じへんし、どの発音したらいいかな分からんようになって、え、なめこね、発音どうしたらいいかなって分からんようになって、で、聞いて、とっさ兄ちゃんにね、すんません。なめこなめこやばいですまあ、それだけの話。ここでいけてんねやろね。はい、こんなん出ました、なめこあ、食べるもんないんや、よく考えたしもた。あ、サバじゃないわ。あれがあったんか。ブリ大根あったんやけど、どうしよう。ブリ大根ちゅう気分でもないしね。ソーセージでもやこうか。しもた。よし。まただ。こんなん出ました。超うまそうなんですが。はい、いただきます。で、ソーセージだけ焼いてきました。ご飯おませんね。いただきます。なんとかなめこ何なめこ、普通のなめこやし普通の夏向きのなめなめこ
っぱりなめこは美味しいよね。なめこも縁ないしね。ありがとう。最後チャンネル登録してね。もしまた見たのを思ってくれる人はね、あのチャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、鈴マークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイならバイチャー。